はい、あ、すみません、あの品物の切り落としでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。沖縄館さんの、皆様から弁当。そうですね、台湾ご飯とあとは中華まん、肉まんと、あとは杏仁豆腐、トーファーっていう台湾のデザートがあります。なんてお店なんですか？グラチーノと言います。柵から来ました。素晴らしい。
しかったって声が聞こえてます。あの後ろを見てください。善光寺平の夜景が綺麗に見えます。今日は皆さん本当にこれだけのたくさんの方ご参加いただきまして本当に嬉しいです。楽一楽座の皆さん代表しまして私よりお礼言います。ありがとうございました。それではどなた様もお手を拝借よー。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ皆様お気をつけてお帰りくださいませ。お客様、出店者の皆様、出演の皆様、本当にありがとうございました。また来年も納涼祭りでお会いいたしましょう。はい、一応今日第3回目、はい、ということで終わりましたけど、はい、今日の感想はどうでしょうか。雨が降らなかったので、はい、非常にいい回になったと思います。皆さんができることを全てやりきっていただいて楽しかったなという印象で良かったです。楽しかったということですね、はい、非常に楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。そして、はい、今日メインの司会をタネちゃんと一緒にやらせていただきましたけれども、あの非常に天気も良くてね、お客様もいっぱい来ていただいてすごく盛り上がっていい会になったと思います。3回続いて、より充実したお祭りになったと思いますので、また次回もできるといいなと思います。ありがとうございました。そして、はい、今日はあの司会をキリカさんと一緒にやらせていただいたんですけれども、本当やっぱり天気が味方してくれたのと、あのここの素晴らしいおバスケというところでみんなでこうやって集まって楽しくできたことが本当に良かったなって思います。楽しいお祭りでした。また来年もできればね、いいですね。はい、お待ちしてます。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は自己紹介をお願いします。あ、私は高橋真嗣です。しんちゃんって呼ばれてます。いろいろ矢倉とかなんか高橋さんの出番っていうのは考えあったんでしょうか今回。あ、そう、3年目だったんで、うん、1年目2年目とね、あのやってきてもう大体メンバーとかもやることも大体分かってきて、はい、最初は大変だったんだけど、はいはい、まあ、1回で終わるかと思ってたんですよ最初は。そうなんですね。それがね、なんか3年とか続いてたりとかして、今回で3回目ですよね。そうですね。だからなんか同じメンバーで同じ方向向いてて一緒に作っていくってのがすごく楽しいし、うん、またね、そこからまた輪になって盆踊りの輪みたいな感じで新しい人たちの交流がまたつながってね、新たに、ね、広がっていってるっていうのがあるので、なんかあの広がっていく感じがすごい楽しいですね。あ、いいですか。参加する人たちも参加者じゃなくて、はい、体験するものというか体験者であってほしいし、ね、一緒に作っていくっていうところで、みんなで一緒にやろうっていうところで、そんな風に思ってやってます。今後どんな風に進めていこうと思ってますか。いや、今後は何も考えてないですね。本当にあのその時その時、一瞬一瞬瞬間は楽しんでいければというふうに思ってますし、一緒にやってくれる人がいたらね、全然もう超絶もうウェルカムなんで、ぜひあの一緒にやりたいですね、皆さんと。そんな人ですね。そうですね。ぜひ。また映像も撮ってください。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。それでは頑張ってください。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日は盆踊りの太鼓、はい、担当されたと思いますけど、はい、ぜひちょっと自己紹介お願いします。はい、和太鼓バンド悟空のメンバーの悟空かなえと申します。悟空かなえさん。悟空のかなえでございます。かなえさん、ありがとうございます。はい、そうなんです。はい、東京拠点に活動している和太鼓バンドなんですけれども、上田に行ってし暮らしの拠点を持っていまして、そうなんです。そこであの誰でも和太鼓をうちに来れる道場を開いています。それが信州田尾里の和というグループで、今回はあの和カフェよろず屋さんの田鶴さんとのご縁で、あの昨年弟子一人で盆太鼓を打たせていただいたところから、今年は信州田尾里の和の道場生のみんなと演奏させていただきました。今日たくさんのメンバー来てますよね。はい、20名のメンバーと一緒に打たせていただきました。今日1回目の、はい、太鼓、はい、どうでしたでしょうか。いや、もうこのような本当に美しいね景色を見ながら、もうどこまでも善光寺平のね景色を見ながら、こんな風にあの喜びあふれる時間を太鼓の響きの中で過ごさせていただけること、本当にかけがえのない
機会で心から感謝しています。今後の目標は何でしょうか。今後の目標、そうですね、引き続き皆様の真ん中に届くような喜びの種をみんなの心の中に植えられるような、そんな演奏をしてまいりたいと思います。ぜひ夢に向かって、はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。こんにちは、長野インターネット補足と申します。はい、今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。今回で3回目ということになるんでしょうか。はい、3回目ってなるとかなりこう、慣れてきたっていうようなところもあると思うんですけども、あ、そう、ね、感想をお願いします。はい、1回目はシャトルバスではなかったんですね、はい、なので結構たくさんの方いらっしゃって、2回目の時はシャトルバスで、ちょっとなかなかシャトルバス難しいとか大変、乗り換えてくると大変ということでちょっとお客さんが減ったんですけど、あ、そうなんですね、今年はまたね増えましたね。はい、はい、はい、あのお子さん連れのご家族の方が多かったと思います。今日はなんかその配置がこうだいぶ変わっ、前回と変わった感じがしますけども、ね、はい、なんかアイデアとかあったんでしょうか。あ、はい、バスの夜景が見えて矢倉が見えてっていうような配置にしたかったので、出店者を全部夜景の前で塞ぐような形ではなくて、はい、その場所を開けて、はい、盆踊りから夜景も見れるような配置にしました。先ほどの挨拶の中で、まあ、スタッフも楽しもうというような話がありましたけども、はい、まあ、そこら辺はどうだったんでしょうか。あ、はい、もうね、縛れる本人がみんなね楽しむのが一番で、皆さん の得意な分野があるので、それをもう準備の段階からずっとメッセンジャーで、こうやり取りしてたんですけど、皆さん本当に自主的に動いてくださっていて、こういう何ていうか本当にお祭りが出来上がったと思います。で、来年に向けて何か抱負はあるんでしょうか。はい、この和踊りというか盆踊りが、はい、今回は戸村上山田温泉の湯上がり美女連の方もいらっしゃってるんですね、はい、なのでいろんな地域の方たちも参戦したり、あとインドの南インドのタミルというあの踊りを最後にやったり、そこの地域だけじゃなくていろんな方たちが踊りを披露して、それをみんなで真似て踊っていくっていうスタイルがちょっとできてきたので、また来年もそんな形でいろんな方たちと交流ができてみんなで楽しめればと思ってます。お客さんもね本当にいろんな方が来てくださいますし、はい、お子さんたちの家族連れがすごい多かったですね、はい、あと出店者もだいぶ遠くからの方とかもね、いらっしゃっていただけるようになりました。なんか小室の方から来られたとか佐久の方から来られたとか、そうですね、安曇野とか、はい、そうです。このボーンダンスというか納涼祭り、はい、を聞きつけて、そうですね、はい、遠くから来られたってことでしょうかね。あ、はい、やっぱり地域のお祭り盆踊りがね減ってきてるようです。あ、なるほど、はい、はい、でこういうことをやりたい、面白いから見たいっていう方たちが、はい、集まってきてますね。ちょっと視察も兼ねてね、これが本当にいろんな地域で起こってくるとすごい素敵なことだと思うんですけど、まあ、日本遺産の場所を借りて、そうですね、まあ、そういう場所もね、はい、いいと思うんですけども、そうですね、本当にすごい素敵な場所をねお借りできてよかったです。今後はどんな風にやっていこうと思ってるでしょうか。うん、まあこういったスタイルでいろんな人たちと関わって、タープ、出店、キッチンカー、それから子ども広場っていう形と盆踊りの組み合わせを広げていけたらなと思っています。ぜひ夢に向かって頑張ってください。はい、ありがとうございました。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。